で今回はオチさんと私のコラボラーメンが今回完成したので、そちらのお家での作り方とあと私のおすすめのレンジ方法とか食べ方をこちらの動画でお伝えさせていただけたらなと思っております。一つ目が旨辛エビ卵かけ麺。こちらは実際にオチさんの店舗の方でも召し上がっていただくことができる商品になってます。もう一つあって、ひとさん限定の濃厚エビ味噌ラーメン、もう一つが濃厚旨辛エビ味噌ラーメン。冷凍で届くんやけど、あっという間にできるの。料理できん私でもできるぐらいすごいお手軽に作っていただくことができるので、今から実際に私がそちらを作っていきたいと思います。どうぞ。自分がキッチンで写ってるのすごい変な感じがする。だけで最初は旨辛エビ卵かけ麺から作っていきたいと思います。説明書は同封されてくるので、そちらを見ていただければすぐ作れると思うので、今回テロップの方でペペペって紹介していきたいと思います。まず最初これがこんな感じで冷凍された麺が届くので、これをとりあえず茹でます。いい感じにブクブクしてきたんで麺を入れていきます。麺ぐらい入れられる。麺がこう何冷凍でくるからちぎれやすいから、あんまりこうワシャワシャせん方がいいかもしれない。今麺茹でてるので、その間にこのタレを作っていきたいと思います。冷凍されたタレと辛味玉、ちょっと辛いのが苦手な方はこの辛味玉はちょっと調整しながら入れていただくのがおすすめかもしれない。味見しつつ辛さ調整していただけたらなと思います。別添えなんだよね、おじさんの優しさ。でこれは、冷凍されとるので、こっちの茹でてるお湯30秒ぐらいピッてつけて解凍しておいてください。でこれを2つ合わせて今からタレを作っていきたいと思います。いい感じに混ざっとるんではないでしょうか。いいね。はい、じゃあそしたら麺がいい感じに茹で上がったので、これを今から水で締めていきます。いけるいける、よし、いくよ。まぶみえいっちゃおう。で、ちょっと麺がちぎれやすいので氷水にさらす程度で冷やしていってください。そしたらしっかりお水を切って、どんぶりのさっきタレ混ぜたところに入れていきます。この真ん中に卵を最後入れてあげるので、ちょっとこうくぼみを作ってあげるように盛り付けると綺麗に盛り付けれるんじゃないかなって思います。真ん中に卵を落としていきます。ここくらいで割れるよ。できた。なんか気に割れちゃった。気に割れちゃった。で、豆入れていったので、この付属の唐辛子の粉とエビ、赤が増えて綺麗。だけでこちらの旨辛エビ卵かけ麺の完成です。私でもこんなに綺麗にパパッと作ることができる。でこれ今完成したので、次はエビ味噌ラーメンの方を作っていきたいと思います。はい、じゃあ次は旨辛エビ味噌ラーメンを作っていきたいと思います。材料は麺とスープ、あと辛味玉とエビ油がついてきます。こんな感じでスープもこう
冷凍された状態で来るので、お鍋の方で解凍してしっかり温まるまで火加減ちょっと気をつけて解凍していきます。麺茹でていきます。茹で上がったので、あと、お湯切って丼盛り持ってスープ入れて完成です。そしたらあとはこの上にトッピングをしていきたいと思います。はい、我々映像を提供している人間が一番やってはいけないことをしまして、今録画ボタン押し忘れ、初めて出す謝罪動画になると思うんですが、食べちゃいました。だけで、まぁ、ちょっとね、押し忘れっていうハプニングはあったんですが、でもちょっと食べちゃったんやけど、その後やることは、この付属のエビ油、そちらをさっき完成したやつに入れて、あともうわーって混ぜるだけ。全部わーって。で、わーって混ぜたのが、こんな感じです。さっきとの変化はエビ油が加わって、私が混ぜてちょっと食べちゃったぐらいです。切り替えてちょっと美味しくいただいていきたいと思います。うん、エビ油のエビの香りがすごく強いから、かけた直後からすごいエビのいい香りがするのね。いろいろアレンジしていこうかな。レモン、よし。うん、うん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 、うん、うん、次おすすめがカイワレ。緑が加わるのもまたいいよね。玉ねぎで、玉ねぎもりもり。うん、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 ニラ。うん、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 1、2、3、4、5。パクチー、パクチー絶対美味しいよ。わあ、いいね、見て、もりもり。タレにしっかり絡めるのがちょっと私おすすめかも。うん、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 好きな方はぜひ入れてほしい。めちゃくちゃ合う。麺ある程度もう全部食べたらいいっていいと思う。最後この追い飯をね、ぜひしていただきたい。この食べ方は本当に私おすすめしたい。なんか最後さ、タレとあと卵もさ、こう下に残ってるから、で冷たいこのタレのところにほかほかのご飯を入れて食べていきましょう。お、見て、白いご飯がちょっと赤色になる。美味しそう。うん、うん。冷たい麺を食べてさ、ちょっと体がひんやりしたところに、このほかほかのご飯のこの旨味たっぷり卵かけご飯みたいな、すっごい染みる。
や美味しかった。やっぱね、なんかこう卵かけ麺の方食べていただいて、最後この締めを食べて、なんかごちそうさまっていう感じ。うん。じゃあ次は、エビ味噌ラーメンの方食べていきたいと思います。というわけで、もうこちらでエビ味噌ラーメン完成したので、トッピングの方を乗せていきたいと思います。まず白ネギとふわっとね、チンゲン菜、いいんじゃない？で最後にこのエビ油を。見て、美味しそう。からエビ味噌ラーメンの方頼むと、こっちの辛味玉もついてくるので、これはまたお好みでちょっと調整しながら使ってみてください。ね、エビ油をかけた瞬間のこのエビの香りがすごくいいね。美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ濃厚、美味しい。辛味玉も入れていこうかな。おちさんとこのラーメンって日本一ご飯に合うラーメンって言われてるぐらい本当にご飯に合うのね。おかず感覚で食べれるかもしれないね、白米の。柚子入れた、柚子の皮。ご飯をドボンしちゃい。 OK。
ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。じゃあ、おちさんとのコラボの商品実際に作って食べてみたんですが、やっぱりね、めちゃくちゃ簡単に作れて、なおかつめちゃくちゃ美味しかったです。こうやってお手軽に作ることができるし、私のおすすめのトッピングとかも今回紹介できたんじゃないかなと思うので、皆さんもぜひこちら、この美味しいのをね、この気持ちを皆さんにもね、分かってもらいたいよね。本当に美味しいので、皆さんも食べてみてください。こんなトッピング美味しかったよとかね、そういうアレンジが他にもあれば、また私にもぜひコメント欄とかで教えてください。本当に美味しかったです。皆さんもありがとうございました。ごちそうさまでした。Good night.